ワンオクロックが11月14日23時に新曲ディストピアのミュージックビデオをプレミア公開することを発表した。本楽曲は日本テレビ系報道番組ニュースゼロのエンディングテーマとして起用されている。また自身最大規模ワールドツアーのファイナル公演であるアメリカロサンゼルスの会場ではサプライズでディストピアのリリース情報を発表した。その際にミュージックビデオの一部が使われているティザー映像も公開するなど世界中のファンを驚かせた。本作のミュージックビデオの監督を務めたのは北田和真氏だ。 AI による未来のディストピアを AI と共に創造するをテーマに、 AI が人間の知能を上回った世界を生成 AI で映像化している。 AI との共存を今後どう捉えるか答えのない問題だからこそ、この作品を通してさらなる議論が生まれてほしいという思いが込められている。新機軸のミュージックビデオとなっているので、ぜひ明日のプレミア公開を楽しんでほしい。リリース情報、ディストピア配信中ストリーミング、ダウンロード https://or.lnk.2/dystppu